ドンスコイの紋章ドンスコイは、ロシアトゥーラ州の東部にある都市。州都トゥーラからは南東へ65キロメートル。すぐ北には、ノボモスコーフスク。西には、ウズロバヤの町があり、鉄道で結ばれている。人口は、周囲の市町村を合併した後の2007年の、推計で6万5800人。合併前の2002年国勢調査では3万2745人。 1989年ソ連国勢調査では36,158人だった。この周辺が文献に最初に登場するのは1572年のことである。ボブリク川が流れるこの地はボブリキと呼ばれていた。18世紀後半皇帝エカテリーナ2世と愛人グリゴリー・オルロフの間に生まれたフギの子はボブリキ村で育ち、 長じてこの村の名にちなんで、アレクセ・グリゴリエヴィチ・ボーブリンスキー王を名乗り、貴族、ボーブリンスキー家の子孫となった。その辞書に今も残るのは、1778年に建てられ、ボーブリンスキー家の霊廟となった聖堂のみである。1881年、この付近で豊富な活丹が発見された。周囲には、ボブリキをはじめた数の炭鉱集落が誕生した。 そのうちの一つが、近くにドン川の源流があることにちなんでドンスコイと名付けられた。この集落は1939年に死の地位を与えられ現在に至っている。2005年、ドンスコイの北東にあるセベロザドンスク市、及び都市型集落のコムソモリスキー、ノボウゴリヌイ、ポドレスヌイ、ルドネフ、ザドニエ、シャフチョルスキーがドンスコイと合併し、 一四六町を併合した後のドンスコイの人口は倍に増えた。しかしながら、ドンスコイ及びドンスコイが併合した町はいずれも、活炭の採掘が主産業だった町であり、炭鉱が衰退した1980年代半ば以降はいずれも人口は減少傾向にある。今日では、周囲での活炭採掘は主産業ではなくなった。市内には三十以上の工場があり、 機械、家具、繊維製品などを製造している。ドンスコイの鉄道駅からは、トゥーラ、ノボモスコフスク、カルーガ、シズラニなどへの鉄道が通る。また、すぐ西のウズロバヤを、モスクワからボロネジを経て、ロストフナ、ドヌへ向かう、M4 幹線道路が通る。ありがとうございます。